今回高松盆栽の里フェスタ2023に伴いまして盆栽Qさんにねお越しいただいて宣伝しながら高松盆栽のいいところをねどんどん紹介していってるんですけども、今回は花澤明秀園の花澤隆人さんの園にお邪魔させていただきます。どうも。あ、こんにちは。こんにちは。花澤さんちはね、植木鉢とかね、こうおしゃれなゾーンとかね、飾れるとことかね、なかなか高松盆栽の中でも唯一ぐらいな雰囲気を出してる方なんで、はい、よかったらちょっとご案内お願いします。はい。はい。まあここだけでもここって結構メインな感じですかね。あ、綺麗なのを、綺麗なのを並べてる状態がね。可愛い鉢もいっぱい。もたくさん商品が結構多いんですかね、やっぱり商品サイズ。いや、限らないです。僕は極端には気に入ったやつを気に入ったように並べて売ってるっていう。なるほど。だから商品が多いとか大型が多いとか、うんうん、っていうんじゃなくないですね。まんべんなく、まんべんにもなってないと思うけどとにかく僕が好きなやつを並べてるっていう、いう感じ。はい、お客様にやっぱりその何を提供するのに、自分のあんまり好きじゃないやつを提供したってやっぱりいけないと思うんですよね。長い付き合いをするわけですから。だから自分の好きな子を提供するようにしてるんですよね。ちなみに山野草もたくさんあるじゃないですか。そういうのってどこで勉強されたんですか。山野草はもう独学ですね。独学で初めてやったら橋本さんって、橋本の祐介の親父な、あの人が始めたんですよ。盆栽屋をもう半分以上8割やめて山野草に行ったんね、生産と。それを見に行って、あ、素晴らしいと。盆栽って造形じゃないですか。これ自然じゃないですか。色えない、触れない、それを見るっていう、自然美を見るって。盆栽って触って造形美だから、どっちがこう癒されるか、どっちがいいかって言ったら、俺は山野草の方がいいと思うんですね。それもちろん山野草が盆栽の方に反映されるんですけどね、その考え方が。そこからですね、だからあの時が30後半ぐらいかな、それからもう山野草のことを勉強しだして、でそこら中に行くけど、四国には先生はいなかったんですね。あんまイメージないですよね。ないです。結局京都とか丹波とか信楽とかにやる先生方がいらっしゃるわけですね。苗を売ってるとか、お勉強するとことかですね。でそこらへ行くようになって、そこで勉強するようになりましたね。なるほど。でぼち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 覚えて、今じゃあね、高松で草って言ったらもう花ないですね。ないですもんね。ないです。だから四国、高知とか愛媛県とか遠くは岡山とか来ますよ。やっぱり自分でチョイスできるからね。そういったね。そう、だから随所にね、こう、何気なしに置いてる。おしゃれですよ。おしゃれな、植木鉢もかなりこだわりがあるんで、植木鉢とセットでね、草がかなり生きてる感じが。なるほど、はい、これは何のイメージ。これは表にもステージ作りたくって、はい、これ3個の石とその向こうの3個の石はコンクリ止めしてるんです、はい、だからここに板持ってくれば、あ、なるほど、ここに板持ってくれば盆栽飾れるんです。だから右流れだったらこっち、左流れだったらそっちの3個に。で今日は夏場なんで、そんなまだ綺麗な子はいないので、もうのけてでも綺麗に見えるように。草でも綺麗だ。草は縁そそこポンと置いても綺麗です。なるほど。これ確か自然の石なんですね。自然な形で六甲石、日本の六甲石じゃないけどね、インド六甲石だけど。これも基本的に植物あるけど全部鉢植えですからね。地に植わってないです。ああ、ちゃんと鉢に入ってる。入ってる。移動できますから。へえ。だからたまにありますよ、これセットでどっかのホテルとかロビーとか飾ってっていうのは。どこ見てもなんかこうちゃんと思いが入ってる感じが。雑草のとこは取らない。あとこの時期はね、どうしても入っちゃいます。あっちいっぱい植木鉢ありますけど、あれは花澤さんの好みの鉢がいっぱい。だからこの列はオリジナル。あとは常滑とか四日市とか。オリジナル。手作り鉢ってことですね。作家に作ってもらってる鉢。依頼して作ってもらってる。はいはい、そうです。じゃあここにしかない。そう。鉢の量はすごいです。もう盆栽なんてね、そんないらないと思い出してね。
これは信楽の文五郎か、文五郎さんの作品です。これも特注です。これね、作って飾ったらおしゃれですね。おしゃれですよ、これね、ここにね、1個飾る、あの植えるんですよ、はいはい、あともうパーンと何も置かないんですよ。あ、なるほど。おしゃれでしょ。ちょっと細いなんか細い何かおしゃれな、これぐらいな、ね、ちっちゃな苗植えてね、石を1個置くんです、ここに石を。あ、じゃあそこでもう樹木と受けみたいな感じ。はいはい、もうめっちゃおしゃれです。おしゃれ。頑張ってるけどみんな高いから買えないって、みんなね欲しいけど買えないっていう商品ですね。これあったらおしゃれだな。だってこんなの作るときにやっぱり歪むんですって。そう、難しいですよね、こういう。何個かはやっぱりロス膨らっちゃうので、うん、はいはい、高いんですよっていうね。なるほど。ロス分見なくちゃなんないから、うん、でもなかなかできる人いないみたいですね、この長いやつは。そう、ちょこれは既製品ですけど、うん、こっからこっち、いや今のもオリジナル、これもこっからこっちオリジナル、ね、オリジナルで、ここらはね、あの食器屋さんが作るから薄いんですよ。あ、盆栽鉢としては綺麗なんだけど弱い。あ、冬とか、いや冬はいけるんですけど、やっぱり何かのショックにすぐかけちゃう。鉢屋さんが作るとやっぱり分厚く作ってくれるから、はい、丈夫なんだけど、やっぱ食器屋さんは、でも食器の屋さんの方が綺麗には作るね。なるほど。やっぱちょっとこう一般的な盆栽の鉢というよりは草系にも使えるタイプ。もちろん、もちろん草系にも使えるし、ちょっとおしゃれじゃないけど、うん、極端に言えば女性が好むような、うん、 そうですね、それと今頃の若い子たちが、うん、今の盆栽業界って結局古典を広めて、はい、広めて古典をいいとしてるじゃないですか、うん、じゃなくこれからはその古典は古典で新しい時代が来ると思うんですよ、はい、若い子たちが新しい盆栽 の、うん、の文化いうかね、求めるときに、そのときに従来の植木鉢だと多分満足してくれない。なるほど。一個先を行ってるのか後を行ってるのか知んないけど、うん、若い子たちとか女性が好むやっぱり植木鉢も必要なんですよ ね、 そうですね、この業界盛り上げるんであれば、うん、やっぱちょっとおしゃれな和食のなんかレストラン、はい、青山とかにありそう、はいはいはい、そういうところに置く鉢はこういう鉢のが合うなっていう、合うと思います、イメージです、はい、こんな鉢なんかおしゃれですよ。あ、本当だ。このまた赤がいいじゃないですか、うん、赤い鉢って少ないんですよ。そうですね、なんかちょっと落ち着いた赤でね、はい、金色かなんかつってるな、 金のなんとかじゃん、よくわからん。これは市販機、あの、既製品。既製品。やっと短冊の既製品ができたんです。今まで短冊の既製品ってなかった。はい、それが四日市の人かな、よく出てカタログに載ってるんです。続いては木の。いいサイズの、可愛いです。いやでも。松で見ないですもんね、あんま欅とか。あ、欅はやっぱりずっと埼玉の商品だったじゃないですか。あ、そういうのがやっぱあるんですか。埼玉商品ですよ、欅、うん、欅イコール埼玉安行とか有名で、やっぱりそれ専門でやられると難しいですね。雑木は雑木屋さん、小学校は小学屋さんって、小学やってるやつはなかなか雑木とか花物とか見物手出さないじゃないですか、うん、めんどくさいから。花物見物やってるやつはやっぱり小学に手出さないですね。多分どっちも時間使うから、どこに時間を割くかって感じでしょうね、きっと。だから俺、花物見物してやってる方がね、すごいと思う。小学やってるやつは結局逃げてるじゃないですか、楽な方に。花物見物ってね、100見物があって100個に実をつけることなんて不可能。それでもあいつら頑張ってるじゃないですか、見物花物で。俺、見物花物する人が一番俺尊敬できる、尊敬できる。花物だけ作ってるやつはね、逃げてる。まず簡単ですよ、うん、まず簡単、まず簡単、まず心拍とかね、あ、まあ、それ比べちゃうと。だから改作とか何回でも全部小学やんけ、まあね、強いし簡単やし、あれはずるいやん。ほっとくとどん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 こう今緩んできましたよ、最初の方と言葉遣いがね。ちょっと使っていいのかどうか。ああ、もっとダメなこと言ってもいいなんだ、言いますよ。いや、やめときましょう。ここらが、ここら四日市とかね。あ、こっちにも鉢。ここ四日市とか、瀬戸の鉢なんですよ、うん、いわゆるあの、まあ型いっぱい作って、これは常滑です。この筋は常滑です。あ、ここ縦の、はい、縦のこの筋は常滑ですね。それでここはもう全部常滑ですね。ここは全部常滑です。面白い。うわー、これは
常滑じゃないです。すみません。これは三河です、ね。こっからこっちは常滑です。これはね、若い時からも集めに集めて、ほとんど売らないですね。うん、業者には、うん。業者が買いに行くんですよ。うん、そうでしょうね。売らない。これはお客さんのために俺は集めてるんだから、うん、お客さんには売るけど、業者には売らない。うん、木がまだ全然出てないんですけど。木はご覧の通りですよ。どういうものがお好きとかはあるんですか？僕はどっちかというと文人とかが好きですね。模様着よりから文人の方が好きです。でもまあ、模様着もね、いい子はいるので、好きな模様着の形ってあるじゃないですか。うんうんうん、模様着って一種類じゃないじゃないですか。はいはい、一種類のように見えるけど、うん、違うんで癖あるんですね、はいはい、今ある中でこれちょっと気に入ってるみたいな、この子です。あ、これこの子一番好きです。今製作品で、完成70ぐらいか、70あと30ぐらい完成とか。革がすごいですね。足元もいいですね。お兄さんとかの歌、あ、お兄さんはどっち、これを後ろに沿ったの、はあはあ、大西さんはここを前に沿ったの、あ、ここを前、ここは前に沿った、うん、あ、もうこっちも見れますね、うん、こっちが好きかで、一の枝がの立派なのが後ろに行くっていうのがちょっとね、まあまあそうですね。で、プロマツの醍醐味って一の枝じゃないですか。そうですね、もうおかしい付き方なんだけど、どうにかしてここに持ってきてるんですね、うん、この間には裏枝作ってみたいな。そうです、はい。でも今でもあっちが好みの人だったら、おるおるおる見れます、ね、おるおる。でもやっぱね、それはもう作る人が何でもな、こうでからしてくれやろ。そうですね、ここにあるうちはもう花澤さんの、ね、通った人が色いばいいんだよ。そう、文人もありますか、今お気に入りというか。大きいのですか。どっちでも大丈夫です。あの気に入ってるやつ、これもちょっと迷っちゃう気ですね。これもね、うちに俺これ買った木なんですけど、はい、もう一本あったんです、ここに、一段、はいはい、傷めまして、枯らしましたね。ああ、なるほど、そこあったらまた違いますね。下がる枝って難しいですね、はいはい、生地が県外とかね、もうとにかく水平やか下がる子をここを元気にするっていうのはなかなかのね、難しいですね。難しいです。で、結局、今もこう弱いじゃないですか、ここが、はいはい、なんとかもう、こっちなんてできるだけ目切りしないとかね、強く言ってるんだけど、やっぱりこっち取っちゃうね。とか今気に入ってるのはあの子ですね。この間うちその子、今ちょっと見積みがおかしいけど、はいはい、そう、あれからこの人も、これなんか錦についてる。そう、それはあの錦の挿し木っていうのが、富士っていう種類のお松っていうのが作るんですけど、 あの錦を挿し木したのができるから、その先に五葉松を継いでるんです。挿し木だよ、錦の方は。錦は挿し木。あ、そうなんだ。錦の挿し木に松を継いでる。どっかに御用、それに千住丸ついたのがその子におります。へ、だから錦の挿し木に頭に千住丸を継ぐとか。でも挿し木やからね、やっぱり根がね、お行儀悪いんですよ。なるほど、こうなっちゃうんですね。自分で植え替えて枯らしました。いや、枯れるよ、うん、大事。もう所詮錦やから、うん、錦ですよって扱わないと痛んじゃん。俺も余計何ぼか枯らしたよ。錦松の挿し木が芽じゃないんですか。枝刺してる。枝刺しです、枝刺しです。枝つくんですか、錦松って。だからその富士っていうんだけがつくんですよ。後の子はつかない。富士っていう品種、富士の品種は挿し木ができるって言って残ってるのかな。これもこれ世の中出回ってないですよね。出回ってないし、お松が言うのはこれは余計作って いっぱいできないね、ちょっとずつ作って自分の老後の小遣いにするなって言って頑張ってます。この辺の方、両南っていうところ、ここらから30分ぐらいのところなんですけど、生産者なんですね、いわゆる。去年見た気がするんですよね、ちょっとだけ。そのこれを見た気がする。あ、そうそう、それ僕の棚にあって、お松からこうたやつやろ。そう、いや、お松が誠からこうたんが、お前誠からお前に行ってよった。そうそう、一人一人誠がよったやった。その子も利口など、めちゃめちゃ利口で、すごい声やった。強しから見切りすもあった。あ、でも全然いけますね、これぐらいだった。でも見切りしてない。してないしてない。うん、でも、あのね、多分で、ここらで力尽きたんよ。ああ。わかる。もういいやって音楽が残ったんだ。なんかあそこらも全然できてないやん。でも目切りをしなかったから言うて、これぐらいでいけるんすか、案外ね。いやいや、今からしたらいい。え、今からする、俺今からする、脇目切りするよ。せんでいいんじゃない、間引いたら終わりじゃないですか。いやいやいや、
まだ出ますか？出ないです。出なくても大丈夫なんですか？だからあのよくクロマツで懐の飛んだやついるじゃないですか、はいはい、そんなやつをアキメ切りしたら懐に目を抱くじゃないですか、うん、目だけ作っとくみたいな。そう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 、はい、あったかい。あ、ごめん、何？アキメ切りどこを切るんですか？この目切りじゃん。目切り、目切り、春の目切りと同じ。この中のちっちゃいとこ。違う、春ここ、うん、そこ切るの？普通の目切りをして、普通の目切りをして、このちっちゃいこれを作るってことですね。そうです。この先っちょだけを作っといて泡出させない、いわゆる俗には目つぶし、うん、ここよく6月に切る、みんなが切る場所で、うん、そうだ、丸ごと切るんだ。うちのお客さんよく味わうよ、あの、あんなすごい赤松でもこう手が伸びたやつおるじゃないですか、このあてやつ、はい、例えばここに目が欲しいと、うん、いう時に目つぶしかけますね、何年かかけて。中目じゃなくて、違う、中目かけたら中目どっか出るじゃない、ここから切ろう、目つぶし出るんや、はい、目つぶしって言うんですか？いや、目つぶし、ご用の目つぶしが難しいんですよ、死んじゃうんですよ。プロマツとか日本版の目つぶしは簡単です、うん、プロ同士でもね、こういう感じに、そうそうそう、それぞれのやり方があるから、そうそうそう、面白いですね、うん、試してないことはやっぱ分かんないですからね、うん、で今度ね、うん、やってみて目つぶし、うんうん、なかなかこの時期メイキング怖いですよね、怖い怖い、普通に考えて。だから今でもあの日常管理がプロがやって、プロの考えでやる作業なんで、うん、素人さんがその目空き目切りだけ切り抜いてやったらちょっと危ないことは、絶対危ない、ね、絶対危ないんで、基本があってのその作業基本体力 120% 持ってる子でないとできない、なるほど、元気なやつだけできる、はい、元気かどうかの判断もやっぱできないとね、うん、いかんですし、そこだけご注意を、はい、それで枯れても苦情はこちらに、そうですね、そう、お湯を寄せないでください。こっちでもいっぱいありますね、なんか、そうで 100% これ俺作ったもんじゃないですね、はい、こう全部買ったもんですから、仕入れて、はい、でもここから作ってくるんですよね。そうです、うん、金沢さんって石はだいぶ減ったんですか？何の流眼石とか水石はあるよ、隠しとる、あんまり隠してる水石は結局それはね、溶石って言って外に出して水かけろって言うけど、そんなことするとやっぱりおかしくなっちゃう、色がそうそう白くなったり水垢ついたり、うん、だから家の中にいる、うん、水石はね、流眼石はそこらゴロゴロしてるよ。水石あんまり他持ってないですよね、この辺の水石を、なんとかもね、流眼石やって、まあ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 、流眼石とか、あ、いっぱいありますね、流眼石も。ここ一部ですよ、これ一部、え、そうなんですか、これとかすごい、すごいのね、すごいの、すごいのがあって、すごいところだな、おお、この龍眼は綺麗、うん、これ連れて帰るときに岐阜から連れて帰るんやけど、はいはい、もうそれはビビったで、これが折れたらどなんしよう、ね、あ、そうですね、あ、30年ぐらいここにいた、誰も買ってないいやでも欲しい人は、うん、ね、うん、だってこっちの方で探すっつっても、そうそう、いやいや、もう龍眼はないっすよ、でもど木じゃないからどっかのね、腐ってんで枯れることないじゃないですか、うんうん、だからどこかの棚には回ってるから、要は交換感出てくるね、たまに、でもいい龍眼は出てこないね、やっぱり誰かが抱えとるね、はいはいはい、ね、さっき言ってたその水石もこれかなりごくごく一部みたいな、これはごくごく一部、まあまあそんなに高くないやつ、高いやつはね、この中でやっぱ動画に文に分けるな、これちょっと開けます、ラジック、はいはい、こことかですね、その向こうの玄関のところにあります、これも家像から買うたん、家像さんね、家像さん、あの木とこの石を買うたん、あー、すごい、もうなんか商売とかじゃなくて、ただもうあの石が好きだったみたいな、欲しい、綺麗だったんや、もう未だに綺麗やけどね、生まれて初めて買った石、これかな、それちゃんと置いてる、まあ、これ、はい、これ陽一に言われる、スリッパスリッパ言われる、未だにスリッパ、確かにスリッパ、高さスリッパ、スリッパ未だにスリッパって言われる、水石はこういう室内の方がいいんですね、いや、いいことない、いいことはない、いいことはない、やっぱりあの室内から手で触ってね、手垢をつけてあげてね、やっぱりあの黒光りっていうか、う
ね、毎日毎日触ってあげないから、ね、やっぱり石も育てるんですね。育てるんですよ。で、ある程度まではやっぱり養石って言って水かけて、火に当てて水かけてって盆栽道なんですよね。そんなことするんですね。ちゃんとそれをね、やればその時代がつくんですよね。もう真っさらじゃない。そっからはもう養石っていうか、そのもう触って手垢をつけてあげて、手油やね、人間の油をつけてあげて、プロビカリさすねんな。自然にこういう風になってるんですか。手つかないけど、ここが石の皮やねんな。こう丸いものがあって、ここらに柔らかいものがあったから、えぐれ、こういう白いものがあって、ここ硬いとこと硬いとこと芯の硬いとこが残ってる。石の中でもそういう部分がいろいろあるんですね。はい、娘とよく川遊びしますけど、ずっと見てるんですけどね、なかなかないですね。この川遊びの昔は四国にはないの。ないですか。お、あらら、あ、完璧聖母マリアです。すごい形になってる。確かに。これキリスト教の方めっちゃ喜んでる。聖母マリア見えますね、確かに。本当や。ああ、本当だ。聖母マリア。これね、上に調子こいて喋ってる。これね、これ大観点の安かったんですよ。これもなんかお坊さんとかなんかに見えるかなっていて。あ、まあ、ちょっと。ほんならね、あるお客さんがね、猿って言われた。猿に見えんか。顔こっち向いて。ああ、もうそれから猿にしか見えなくて。顔が特に猿や。もう猿にしか見えんな。それまではなんかこうね、お坊さんとかこうなんかに、なんかのすごいお客さんね、見えるなと思ったけど、あかん。猿や。顔がもうもろですね、横向いたら、ね、やろ。あれ、果物を持ってますかね。中もそう、ね、これは完璧、セボマリア、ね、見えますね、シルエットがもうそうですもんね、うん、きっと。それこそこの空間にめっちゃ綺麗にね、飾ってくれてますけど、ちなみにあの植物は何ですか。藤バカ。藤バカも。なんかちょっと匂いがね、多分してるはずです、藤バカ。例えばこれお客さんが持ってる盆栽をここで飾る練習とか教えてもらうみたいな、あ、できる。もちろんそれやってます。やってます。飾りの練習もできると。はい、はい、こちら会員さんも募集っていうか、会員にもなれるんですよね。なりますよ、紙1枚書けば。紙1枚書けば会員になって、はい、そういう月に1回うちにここに来て、うん、月に1回遊んで帰るっていう、うん、だから好きなものでとかどこで買ってもいいんですよ。よそで買ったもんでもいい、下げてきてここで1日10時から4時の間だったらいつ来て、長い間いつ行っても何時間行ってもいいよっていう状態で構えておいて、その人の願いを叶えてあげる、まあ、これを鉢上げしたいとかこれを剪定したいとか、時期的にできないものもあるけどね。なるほど。それをまあ家では多分遊べないんですね、土とかなんか物も。ここは来たら道具とか全部全てのものがあるから遊んで帰ってもらうっていう、そういう会員さんです。なるほど。だからそこに集まる人たちの中でこうコミュニケーションができたりとかもあるから、例えば草で好きでっていう人が友達作るのってめっちゃむずいと思うんですよ。だからここに来ればそこで買ってでグループができます。グループでね、うん、でもうあんたほんだ今度何曜日ねって言ったら、その人にちゃんと合わせて、ね、来てくれます。ということができると。花澤美智子ちゃん、はい、はい、美智子ちゃんに、どうもです。ね、ここに友達募集中って書いてたね。ああ、はい、頑張って香川のお土産にしようと作るんですよ。もうちょっと秋なんでね、半分ぐらいちょっと終わってますけど、